おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、京王線の半分地上駅で、半分高架駅の代田橋駅を、プラレールで再現したいと思います。では、行きまーす。まず、2面2線の駅を作ります。調布方面には、踏切を設置します。新宿方面には、環七通りと交差するガーター橋を作ります。最後に、玉川上水を木で再現したら、完成です。どうでしょうか？早速車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？6線系が、いい感じに、時代を映していますね。再現してほしい駅が、ございましたら、コメントにて、受け付けています。ご意見、ご感想など、ございましたら、下のコメント欄にて、ご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。